はい、どうもこんにちは、神風よりよし、今回はね。はい、どうもこんにちは、神風よりよし、今回はね。カイオくんとね、同じイタリアからのね、IT リリックスを使っていきたいと思います。まあね、この船ね、まあ、自分よく魔改造海洋とかね、やったりするんですけど、魔改造海洋の、まあ、体力を増やして、めちゃくちゃ丸くしたような感じの性能ですね。まあ、カイオくんは、各言うカイオくんはね、3枠で、こっちの ITDX が4枠。だからね、ITDX の方がね、まあ、上位互換のように見えるんですけど、このね、ITDX は、普通の艦砲と、まあ、固定枠の艦砲、3つが付いてるんですけれども。まあね、まあ、普通の艦砲はね、もちろん普通に使えるんですけれども、固定枠の艦砲が、まあ、体育ができるんですよ。まあ、体育ができて、めちゃめちゃ強い。けれどもね、まあ、火力自体が、まあ、艦砲1枠強ぐらいしか出ないんでね。だからまあ、合計2枠強ぐらいしか出ないんで、まあ、カイオくんの艦砲の火力もよりも低いです。実はなんか、見え張ってなんか4枠ついてるけど、まあ、カイオくんよりは弱いですね、多分。私の感想としては。で、その他は、ミサイルが3枠ついておりまして、まあ、魚雷が2枠。そして、ちゃんと対空もついております。だからかなりね、本当にカイオくんをね、丸くしたような感じの性能ですね。で、HP もちょっとね、他のね、ティア3回よりは少なめであって、まあ、速度とかもね、結構カイオくんに似たりよったりですね。移動速度とか。見てください、ほら。23.2 ノットで、こちら側、まあ、24.3 ノット。で、機動性が ITDX が11で、カイオが10.4。本当に結構似たりよったりのね、まあ、機動性であります。まあ、だから結構ね、本当にね、カイオくんのね、性能をね、丸くしたような船ですね、本当に。丸くなった海洋艦、みたいな感じです。まあ、このね、固定艦砲がね、対空ができるのめちゃくちゃ強いですね。そこら辺うまく使っていきたい感じです。まあ、だから結構対空とかもちゃんとできますし、魚雷も2枠ついてるんで、まあ、もちろん対戦もできますし、って感じですね。では使っていきましょう。さて、まず1試合目やっていきましょう。さてさ、敵には空母がいない。これは結構楽かもしれないぞ。さて、あれはね、楽って言っちゃったけどね、ITDX 君自体はね、対空ができるんでちょっと惜しいかもしれませんね。で、やっていきましょう。でね、やっぱり ITDX 君はね、なんかね、固定艦砲がね、やっぱりあれなんですよね。結構ね、リロードが早いんですよ、リロードが早いから。結構忙しくなっちゃうんですよね。ほら、こんな風にね、リロードがちょっと早かったりするんだよね、本当に。で、こんな感じにね、まあ、自動照準がついております。痛いな、マジで。これ、避けへんといきませんね。まずいまずい。あー、無理だけどね、HP 減ってるから無理や。ちょっと、先行ってくれ。私は先行くの無理や、これ以上先に。まあ、結構ね、HP は少ないんで、結構体力管理は結構大事ですね、本当に。ちゃんと、体力管理もちゃんとしていきましょう、って感じで。さて、このね、こいつもちゃんと撃てるんですよ、この感じに。こんな感じにね、だから自動照準がついてますから、ね、対空のやつだから。そこら辺結構使いやすいところですね。狙わなくてもちゃんと落としてくれるヘリを。そこら辺は結構強いところでありますね。さて、さて、どうしようかな。まあちょっとね、HP 管理はちゃんとしていかなきゃいけないんですよね。火力の動揺。さて。お、浮き上がってきたね。浮き上がってきたね、こいつ。ちゃんと当ててないね。OK、ちゃんと当てていく。さて、向こうにもいるね。ちょっとこいつとこいつをね、ぶっ放しといて。さっさとね、向こうのやつ相手しますか。さて、さて、逃げよう。で、こいつのね、こいつ相手しましょう。さて。ほい。OK、あー、やばい。痛いなー、いけるかな。ちょっときついなー、HP が。あー、これなんか横からも狙えてんな、これ。まずい。まず山とか狙えてんの、やばいな。終わったな、これ。だけこいつだけ、こいつだけは殺したい。オッケー、撃破。さて、ちょっと待って、どうしようかな、これ。回復したいんだけど、回復する、時間があるかな。さて、さて、結構ね、1対1だとしんどいんですよね、ちょっと。まあ、カイオ君と同じ、結構しんどいけど、まあ、戦えなくはないって感じですけどね。てか、やっぱりしんどい、めちゃくちゃ。そういう印象ありますね、私には。ちょっとミスった。オッケー、ナイス。なんか自分のね、適当に撃ったね、なんかね、やつが効きましたね。さてさて、ちょっと隠れながらやっていきたいな。まあ、結構、カイオくんと同じような感じにね、やっぱり体力管理してなきゃいけないわけで。あれちょっと失敗したな、なんか。流星撃ちしようとしたら失敗しちゃったわ。さ
最近流星ショットね、練習してるんですよね。いやーマジかよ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。なんか難しいな流星ショット。てかまあ後ろ向きかよ、後ろ向きに、ね、戦うのは結構大事ですね。この、ね、船でも、この船も後ろ向きで戦うこと自体は結構強いです。ドーン、当たり、オッケー。まあ確定で殺せたのは嬉しいですね。さあどうしましょう。ちょっときついな。てか てめえ潜水艦やられるんじゃねえ。何を積んできてんだ敵の。ああ、やられてほしくないな、マジで。あ、でも、これ、潜水艦にね、多分、魚雷向けられてんね。どうにかしてください。と思いつつ。どうにかしてほしいな、マジで。魚雷君が、魚雷君じゃなかった。なんや。潜水艦軍がいないとかなりきつい気がする。最低でもね、ヘイトだけは向けてほしい感じがしますね、本当に。ほいほいほい。ああ、なるほど。ミサイル、なんか変なミサイルと乗っけてるかもね、こいつ。じゃあ、こっち側向けますか、ちょっと。で、マサチューセッツとね、タイマーは難しいんだよ、本当に。やるもんじゃない。オッケー、やっていきましょう。ダメだ、これ。やっぱりダメだ。マサチューセッツとタイマーは無理だ。ダメだね、本当に。よくないよ、マサチューセッツとタイマーは。ダメだ。いやー、けどね、前入れるしかなかったな、今の。遠くからやるのね、難しいですね。けど結構ね、こんな感じにね、活躍できるような ITDX となっています。ぜひぜひ皆さんも使ってみてください。じゃあ、2試合目やっていきましょう。さて、2試合目やっていきましょう。まあ、やっぱりマサチューセッツくんとかね、そういう系とはね、まあ、正面切って戦えないのがちょっとこのね、キャラの難しいところですね。で、敵にイージス様と2隻もいると、ふざけんなよ、マジで。マジでふざけんじゃねえ。どうしよう。イージ山が多すぎる。この試合、イージ山がね、極端に多い。やばすぎる。で、こんな感じに対空もできると。まあ、てか言ってもね、まあ、このね、マサチューセッツくんとね、イージ山がやってくれましたね。ふざけんな。取れ高が、さてで、自分ね、索敵した方がいいかな。空母くん索敵してくれないね。これ終わったな。だいぶ終わってるね。どうしましょう。だいぶ終わってるな、本当に。どうしようかな、と思いつつ。まあ、やっぱりね、まあ、索敵してくれなくてもね、勝てるときは勝てるんだけどさ。本当に無理なときは無理だからさ。策定してくれないと無理な時は。あ、ほんとやばい、来るんだよね。だって見えないもん、こっち。で、そっち見えるもんね。ふざけんなよ、マジで。いやー、マジか。あ、来てるしな、ほんとに。OK。マジで痛えよ、ほんとに、マジで。ふざけんじゃねえよ。マジできついわ。やっぱり難しいですね。マジできついわ、ちょっと今のは。敵が見えないとどうしようもないからなって言ってもな。なかなか難しいね。ちょっと前出すぎた感もあるけどね、ちょっと。まあ、次の試合やっていきましょう。3試合目やっていきましょうって感じで。まあ、さっきのは仕方ないけど。まあ、やっていきましょう。さてさて、どうしましょうかね。まあ、なかなか難しい問題なんですけどね。さてさて。まあ、こっちはね、あれができんでね。さてさて。こっちはね、航空機壊すことができるんで、こんな感じ。うまく狙っていきたい。狙いないね。くそ。まあ、こんな感じにね、結構狙えるのが結構ね、なんか自分の方になんか直進的に来てくる爆撃とか結構そういうのを倒せるんで、そこら辺めちゃくちゃ便利ですね。さて。これは空母じゃないか？これ空母や。やっぱり空母やね。
これね、普通にね、そう、こういうね、空を狙うのも向いてますよ、普通に。普通に向いております。やっぱ火力自体が高いもんね。こういうふうに、もう見え見えのね、やつを狙ったりとかすることが結構得意だったりします。これ倒せんじゃないの？やった、マシチューツ倒せるのやったぜ。いいね。撃破。で、多分こいつ出てくるよ。こいつ倒しましょう。さて、いい感じだぞ、こんな感じで。どんどんどん、はい。ほい。ほい、いいね。やっぱりこの優勢打ちいいよね、やっぱり。さてさて、こんな感じに。でね、結構ね、やっぱりこの ITDDX くんってね、やっぱりね、忙しいから、操作が。そこら辺はね、やっぱりね、ちゃんとね、こういうね、リロードが遅いね、やつを使っていきたいですね、本当に。いいね、本当に。やっぱリロードが遅いやつは結構 ITDX に相性が合うというかなんというか。一体な、マジで。いやーもうマジで怖い。見えるかな？オッケー、見えたよ、見えたよ、よかったよかった。こいつなんか変なの使ってんな。まあいいや。キルアシスティング。さてさて、今日は。まあ潜水、対潜水艦も全然できるからいいんだけどさ。怖いんで、やっぱり。怖い怖い。これ浮いてないの？浮いてないの？浮いてないの？やっぱり。一瞬浮いてるかなと思ったけど、やっぱ浮いてませんね。ドン。で、逃げよう逃げよう。あ、逃げれないか、これもしかしたら。あ、逃げれなそうだな、この魚雷。ほい、オッケー。ちゃんと回復していきましょう。ちゃんとね、HP を大切にしましょう。まあ、なかなか多いわけじゃないんでね、このね、やっぱりこのね、船もね。ダメだ。ちょっと流線打ちしようとしたら失敗しちゃったわ。さてさて、どんどんやっていきましょう。さてさて、いけるよ、いけるよ。やっぱり結構本当にね、リロードが遅いね、遅いね、ミサイルが合いますね、本当に。やっぱりね、本当にね、X51 が使いやすい船でありますね。さてさて。まあ結構本当にね、このね、艦砲とかもちゃんと強いからね、撃っていくとね、ガン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 ね、やっぱりね、ダメージが与えるのがいいですよね、本当に。で結構魚雷も2枠ついてんで、まあ対戦も全然できると。そこら辺は本当にいいですよね。さてさて。さて魚雷でね、潜水艦潰していきますか。このね、このね、この今乗せてるやつはね、結構バトパー魚雷で、ね、アルティミスかな。そのこの魚雷結構ダメージは大きいんで、結構ね、いいですね。まあ避けられることは避けられないんですけどね。避けられたわ。くそ、あ、そうか、こっち側に行っちゃったんか。なんだかんだ潜水艦ね、どっかに行ってくれないか、どっか行ってくれないか難しいね。あ、じゃあ、どっかに行ってくれるっていうか、障害物に隠れてもさ、なんか、隠れてるのか隠れてないのか分かりづらいからね、やりにくいよね。潜水艦倒すのって。まあ、だからね、ちゃんとね、倒していきたいんですけどね、と思いつつ。さて、ドーン。さてさて。まあ、なんか味方がヒット買ってくれてんでね、結構今回は、普通にね、なんか何も無傷でいけそうですね。オッケーオッケー、終わったな、お前。ドン。おい。まあ、こんな感じにね、やっぱり ITDX は全然使います。まあ、今回ここまでしようかな。ITDX は結構ね、やっぱり、まあ、立ち回り次第ですけど、まあ、やっぱり正面衝突が、まあ、カイオ君と似てる部分はありまして、やっぱり正面衝突がちょっと苦手な部分はあるかもしれませんね。けれども本当にね、もう、艦砲枠もね、2枠強ぐらいの強さありますし、魚雷も2枠強、2枠、2枠強じゃなくて、普通に2枠あって、ミサイルも3枠だから、普通にね、弱くはないんですよね。対空もできますし、対戦もできますし。まあ、だからね、まあ、皆さんぜひぜひ使ってみてください。まあ、てか、まあ、難しいところですね。けど結構、ロマン系のね、船でもあるんでね。まあ、艦砲枠、実際は4枠ですし。なので、ぜひぜひ買ってみてください。まあ、うまく使いこなせば結構楽しいですよ、この船も。本当に楽しいです。まあ、艦砲が2つついてるって結構ね、他の船にはないね、特徴でもありますからね。では、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。では、また、バイバーイ。